さん、はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。エアです。サミメイです。やっぱうちの顔暗いんだよな。確かに感じる、ね、はい、ということで本日の動画なんですけれども、はい、皆さんにお伝えしたいことがございます。まずこの間公開された中華街食べ歩きの動画なんですけれども、こちらの動画で結構あのコメント欄が荒れておりまして、うん、ウランちゃん食い地すごい、エアメイなんで食わねえんだっていうコメントが結構殺到しておりまして、はい、その動画についてちょっと説明の方をさせていただきたいなと思います。はい、お願いします。はい、まずウランの食い地がすごい件なんですよ。食い地の件、はい、なんですけれども、そちらはですね、私とメイがその食べ歩きの後のラストに店舗で食べるというあの撮影をしてたんですけど、そこにあの力を入れすぎて標準がそっちにそう行っちゃって、そのあんまりその食べ歩きしてお腹いっぱいになっちゃったら、うん、お店で食べられないんじゃないかという不安、うん、そう、でも動画の構成上なんか最後にそういうゆっくり座って喋れるとかあったらいいなと思ってやったんだけど、うんうん、まあ、ちょっと今度からは別にとか、うんうん、食べ歩きは食べ歩き、うん、なんか中華屋行くにしようねってはなりました、はい、みんなのコメントも見てね、はい、なんでウランの食い地がすごいというより私たちがセーブしすぎたっていう感じです。うちは食べ歩きをしに行くよっていう風に言って中華街に行ったから食べ歩きしたいっていうただその気持ちで行ってて、ウランは食べ歩いても食べれるし、え、そうそうそう、そう多分動画でも言ってたんだよね、うん、セーブしなくても、そうそうそう、うちらはちょっとお店に力を入れすぎてしまいました、はい、それはちょっと構成の失敗、うん、構成の段階からの失敗だったね、はい、そう反省に至りました。ウランが悪いとかそういうわけではなくて、その構成の失敗になりました。はい、でルール決めたくせにぐちゃぐちゃじゃんみたいな、はい、私ですね、それ件についても、はい、まあ、ルールも構成上なんかルールあったら盛り上がるかなぐらいのノリで、ミニコーナー的なじゃんけんしたりしたら面白いんじゃねって言って、うん、でもやっぱうちらは自分らに甘々で生きるって決めてるので、うん、自分たちがいい方にこう変えてったわけ、うん、ノリでね、やりやすいよ、ね、でもだからその企画っていうわけじゃなくて、うん、いつみんなが中華街行って、うん、例えば食べ歩きするみたいな時と同じ感覚のを撮ってるみたいな風に思ってもらえたらいいのかなっていう、なんかノリで、え、じゃあじゃんけんして買ったやつ支払いなとかさ、うんうんうん、なんか多分やる人とかいると思うんだけど、そのノリじゃんっていう、うんうん、うちらの中では、うん、そう、だからなんか絶対にやんなきゃいけないっていうわけではなかったんだよね、うんうん、はい、まあ、でもそれも多分見てる人からしたら、ね、初見の人とかし、うん、からしたら分かりづらかったと思うんですね、そこに対してのうちらのノリ、そうそうそう、決めたなら守れよって確かに、うん、そうなんだけどっていうね、うん、なんで、まあ、食事もう私たちバラバラじゃないですか、私は食べたい時に食べる、うん、ウランはいくら食べてもお腹いっぱいならない、なるけどなるんだけど、ならない時もある、うん、あ、それ壊したら終わりだそれ壊したら終わりだ、終わりだ、そう、だから何回かさ、何回かっていうか最近ご飯の動画とかも結構上げてるんだけど、それは三者三様だよっていうのをよりみんなに知ってもらいたいなと思って上げてて、みんなが同じキャパの意じゃないからね、うん、同じ量のご飯出されてもメイは食べれない、うんうん、でもそれって普通じゃねっていう、うんうん、食べる量、食べたいもの、うん、みんなと同じで今日何食べようかな、じゃあ中華、うん、パスタ、水みたいなあるわけ、それが、うん、それのリアルを届けたいよねっていうので、うん、でもやっぱ見てる、初めて見た人とかからすると、うん、え、なんでメイちゃんこんな食べないんだろうみたいな、うんうん、思ったりすると思うから、それをどんどん知ってもらうためにうちらは発信していくよっていう、うん、はい、エアも食べる時と食べない時のさ、えぐいもんね、あ、そうなんです、食べる時はマジでウランより食べます、そうだけど食べない時はマジでサラダチキンだけとか言い出すから怖いんだよね、エアの差が激しすぎて怖いけど、でもそれがさ胃の調子だったりさするわけじゃん、だから無理やり食べてほしくないの、
うちはいつでも食べれるから、うん、いつでも食べれるんだけど、そんな笑ってなんかおもろいなと思って、うちはいつでも食べれるから食べるんだけど、うん、メインも食べようと思えば食べる時もあるから、うん、確かに。だからそれをさ、動画撮ってる時に無理やり食べさせたくないわけよ、お母さんとして、うん、はい、吐くまで食べられても困るし、うん、みたいな。食べたい時に食べたいものを食べたい。多分これで来るのはなんか動画だよみたいな、うんうん、仕事じゃん、仕事じゃん。確かに。でもそれは結構前の動画から、うちら、まあ、ポコが生まれるタイミングとかでかな、から言ってはいるんだけど、動画のスタイルが変わってきてるのをみんなも分かっていると思うのね、うんうん、それはうちらは長く続けたいわけ、うんうん、ってなった時にみんなのライフスタイルも変わってくる、働き方とかもどんどん変わってくる中でどんどん続けていくってなった時に、今の動画のスタイルの方がうちら的には長く続けやすいんじゃないかなって考えて変わってきてるわけ、うん、だから日常を見せてみたりとか、あとはやっぱりみんなと関わっていく中でよりうちらを知ってもらえる動画を作りたいから、どんどん変わってきてるんだけど、こう昔の動画が好きって言ってくれる人ももちろんたくさんいて、それはすごい嬉しいし、それで知ってくれた人もいると思うからありがたいなって思うんですけど、なんか変わるうちらも楽しんでほしいなっていうのはすごく思ってて、うちら変わったもんね。変わった。変わってないとこは変わってないんだけど、変わったとこは変わったし、でもみんなもそうじゃん、レベルアップしていくうちに、え、私クレマグ知った時学生だったのに今もう社会人なんですとか、でも本当に全く違う生活を送ってるわけじゃん、うん、うちらもそういう段階を踏んでいくと思うし、うん、この先10年でうちがもしかしたら2人目とか、うん、でまた生活変わってきて、うん、撮影のする時間帯変わってきてとか、うん、エアが結婚してうわ、なんか嫁に行っちゃって、うわ嫁に行くんだ、年2回しか撮影できないとか。あ、やばいわ。でもワンちゃんでもそれはあるじゃん。いや、ありえる、ね、今都内に住んでるからこうやって会えてるけど、エアマジ嫁行っちゃうかもしれない、ね、か山口県の彼とすることになって会社営んでるから手伝いに行かなきゃいけない、全然、うん、エアならありえる。山口県行っちゃいます。でも車が改ざんしたくない、うん、じゃあ年4回集まって春夏秋冬撮ろうとかなるかもしんないじゃん、うんうん、でそれに対応していけるように常にうちらはレベルアップしていくよっていう。おいしい、うまっ、おいしい、ウケる。誰が作ったの？誰？これもいい、多分もいい、これもいいかも。だからたまにさ、うん、サボってねとか、ネタ切れなの？レバーみたいな。あー、来ますね、レバーもネタ切れ説全然出てるんですけど、はい、ではないんだよっていうことを伝えたいよねっていう、はい、方向性を変えたんです。そうね、うん、でその中でいろんなお買い物だったり、どっか行くとか、なんかに挑戦するとかって今後絶対やっていくと思うし、うん、でもまずはうちらを知ってよっていうところから入る動画を作りたいから、うんうん、今のスタイル結構楽しんでんのうちら、うん、そう、だから本当にやりたいことしかやってないから。そうそう、前はね、それやるみたいな、うん、でも企画にしちゃったからやるしかないよっていう、うん、でもそういう挑戦心を見たい人たちもいると思うんだけど、うんうん、でも今はとにかく楽しんでる、うん、自分らも楽しくやりたいし、それを楽しんで見てもらうのが一番かなって思ってるし、うん、っていう、うん、っていうね。でもこの前の中華街のコメントもさ、うん、なんかこれクレマグっぽくていいねっていうのも結構あったじゃん。今までうちらを見てきた人たちはこれがクレマグじゃんって多分見慣れてるうちらじゃん、うん、めっちゃパトリックもなんだけど、まあ、初見の人からしたら、ね、うん、そうそうそう、うちがただ食い地入る女っていうで、2人は全然食わない女、そうそうそう、やる気出すよ、やる気出しすぎちゃって、食べなすぎちゃって、そう、逆にそれはもう中華を楽しみに行ってたの、この二人はただ単に。確かにそういう見え方になってもしょうがなかった、うん、それはあの動画の感じはそうだなって、すごい今それはそれで反省もあるけど申し訳ございませんでした。でもそのそういうさ、これがクレマグだよとか言ってくれるのって、うんうん、そうなんだっていう、うんうん、そのコメントを見て多分思ってくれる人も増えると思うのね。だからよりクレマグを知ってる人がコメント欄でそういうことを言ってくれると嬉しい、うんうんうん、これがクレマグだよ、こういうのをすることのが他と違っていいんだよっていう良さを伝えてほしいなっていうのは
すごい思うよね、うん、はい、でも戦わないでください、はいはい、戦うんじゃない、はい、自分の意見を深くコメント欄楽しいコメント欄にしようっていう、ね、お願いします。それもなんか生理前すぎてさ、うん、メンタルこうなる時にコメント欄を見てしまって、なんかエアちゃんとメイは大人で優しいねみたいな感じのコメントがあると、多分それってどっちの意味かは分からん、うん、なんか嫌味なのか、うん、本当にエアメイが優しいなって思って言ってるのか分からないんだけど、それを見た時にうちに言われてると思っちゃう、うん、なんか裏は子供、うん、この2人は大人みたいな、うん、それでも元で夜中3時ぐらいからインスタライブして、うちそんなつもりなかったのにって話してたんだ。そうそう、メンションされたもんね。そうちゃんがあだ名つけてくれましたよね。あ、そう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 、あ、ほんと、なんか落ち込んじゃったんだよね。うんうんうん、なんかそういうつもりじゃなかったのにが一番でかくて、うん、そのコメント欄に、うちはなんか動画盛り上げたくてじゃんけんしようとか言っちゃったけど、それがなんかコロコロ変えすぎて自己中、じゃんけんポン、じゃんけんポン、イエーイ、イエーイ、恥ずかしがる。なんかさ、今思い出すけどさ、うん、あれの時もそうだったよね。え、ハレシグでしょ。え、そう。え、そう。え、あの時はメイとエア。また一緒だ。え、そうだ。メイとエアが戦われてた。そうそう、逆にね。そうだよ。あの、なんだっけ、原宿最安の、うん、え、あれなんでさ、うん、なんで戦われたの。なんか、ウランちゃんに全部任せすぎみたいな、うん、カメラも、確かにだかカメラの問題もそうなんだけど、あ、でもそれは未だにウランがカメラだもん、そう、なんか、うちがやりたいのよ、うん、そのみんな映すときとか、こう撮った方がいいんじゃないかなとか、なんかあんじゃん、なんかメイは多分動画撮りながら編集のこと考えたりとかして、ここいいよ使わないからとかっていうやつなんだけど、うちはどっちかっていうとこういうなんか映し方とか、うん、そっちをディレクションしたい派なのね、うん、だからじゃあうちが持った方がいいかと思って持っちゃうんだけど、それで江ノ島の動画がうちしか映ってないいやでもそれは本当にごめんと思って、あの周りが人多すぎたのもあって、こう近くで撮るの、うちしかで映ってんだけど、インパクトでかすぎて半分ウランちゃんじゃん、絶対それもコメントくると思うんだけど、それは本当に先に謝ってる、ごめん本当に、あ、もう出てるかな、わかんないけど、そういうなんか動画の裏で食べればいいじゃんみたいな、じゃんけんのあれでね、それは違うくないみたいな、うん、それは別にやりたいことじゃないから、うん、やっぱさ、仲悪く見えちゃうかな、3人って、うん、女の子3人っていうか、なんか2対1に見えちゃうんじゃない、うん、って思うんだよね、うん、そうさせたいのか操作してる、うちらさせたいのかな、なんかまあでも学生の頃とかはそういうのあるじゃん、うんうん、3人だと別れちゃうみたいな、だからもうそう見えちゃう人もいるのかなって感じ、うん、思ってた意図と違う伝わり方をしたときに、うん、うちは言いたくなっちゃう子なの、うんうん、違いますって、そうじゃないですみたいな、でも一つ一つに返してたらキリないし、うんうん、って思うんだけど、今回のやつはもうインスタライブやろうかもさ、どうしようみたいな、でもうちから言うのも違うかなとかずっと思ってたんだけど、ちょっと動画にしようってなったんで、うちらのスタイルって分かってもらうまでやり続けるけどね、はい、これが本当に日常を覗いてるって思ってほしいな、確かに、みんなと変わらないって感じでもないし、みんなと変わらないけど、うちらは多分隠しカメラの方が面白いのよ、本当はね、うん、映ってない方がおもろいんだけど、うん、それをちょっとね見せたいわけ、うん、そういうさ食べる食べない問題とか、うん、まあ、食事をすることが多いうちらじゃん動画でね、うん、の時にこうバランスの差が出てるとかいうので、うん、一回ご飯とか撮るのやめようかみたいなにはなったけど、でもそれだとリアルじゃないよね、だって例えばおうち一日さうちら密着ってなった時にご飯のシーンないって変じゃん、それはリアルじゃなくて偽りだから、うん、偽りそう、それはちょっと違うかな、だからよりやっぱ自分らのリアルなこと、今日は具合悪くて食べれないとか、今日はすごい胃のキャパが生理前でなんかおかしくて甘いものいっぱい食べちゃう、それを載せていきたいから、うん、今後はそういうのもいっぱい載せていくつもりだし、うん、それでね共感する部分も多分みんなあったりとか、うんうん、なんかあこういう食べ方あるのとかさ、うん、逆にね、うん、あったりとかすると思うから、前はご飯食べると喋んないから、うん、あそうそう、それまではトーク弾まなくなるからご飯禁止の時はあったよ、これからもみんなと意見交換しながら動画を作っていきたいなと思うので、引き続きこちらの動画を楽しく見ていただいて、はい、意図とね、違う伝わり方を今回しちゃったのが、うち的にも悔しかった。
目も悔しい。マジなんか違うんだけどマジ悔しい。なんかうちがどんどん嫌な人になっていくって思って、うん、自分が自分を見てて悔しい。もっと食べれたんじゃないかそっちでもさ、言葉の操作ってすごいかも。操作だからそう、ウランはこういう人間だからこうだよって言われると、その動画見てるとそうにしか見えなくなってくるんです。食い地張ってる女にしか見えなくてだからさ、多分コメント欄見ながら見てる人は、うわめっちゃ食い地すごって言って多分見ちゃうよなってはすごい思ったし、メイもコメント欄見ながら結構見るもん。そうそうそう、だからあ、うちも操作されてるって思って、自分マインドコントロールされてた、ね、こうやって、まあ、ファンのみんなと向き合っていくことで、うん、まあ、今後の関係性も良くしていきたいなって。あのマグネッコとクレマグの、ね、うんうん、まあ、マグネッコ自体も多分そういう風に疑問を抱いちゃってる子もたくさんいたと思うから、より今からあのみんなと楽しくね、うん、あのイベントとかも、うん、ちょっとモヤモヤした気持ちで来てほしくないしね、うん、ランちゃんはエアちゃんのこと嫌いなんだとかさ、そういう、それも、かわいい、そういう気持ちで来ないように、気持ちよく動画も見てほしいし、これからいい関係を築いていきたいなと思うので、うん、これからも真剣にみんなと向き合っていけたらなって思ってます。はい、よろしく、よろしくお願いします。ということで、あ、なんだ、一つ、私はエアメイをあの大好き、うんうん、それだけ。私たちもです。ありがとう、ありがとう。隔てなく、分け隔てなく愛してます。はい。そんな感じ。それだけ知っといてください。はい。お願いします。ということで、はい。料理します。はい。暗い話は置いといて、はい。今から。暗くはないんだけど。暗くはないけど、真剣な話をね、そう。しちゃったから、ちょっと暗く捉えられちゃうかなって。ということで、メイとエアがウランに料理を振る舞ったら、ウィンウィンじゃねっていう。そうだね。そう。感じます。うちは多分、料理。うん。もう。反省の意を込めて、反省の意を込めて、チンジャオロースト、やった、麻婆豆腐、すごい、まさに中華街、まさにまさにここが中華街、マジで苦戦開始、はい、を今から作っていきたいと思います。やった。今日はレッツラゴー。これさ、あれ以来じゃね、なんかウランがさ、妊娠した時にやってるよね、パスタ作ってくれたよね、ご飯作ってるね、パスタ作った、お前チョコレート、何で食べてないよ、嘘、あれだよ、あの湘南の風でしょ、え、わかんない、ジェネギャだ、ジェネギャ、恥ずかしい、ジェネギャ、ジェネギャだ、待っていてよ、やっぱそう、食事、うん、自由なんで、自由だよ、うちは、はい、おやつ、ハンバーガー食べさせてください。いいな、うち何でも食えるからちょっと、作る前の腹ごしらえということで必要だよ、それは、絶対、はい、に、でも、ちょっと全然映んないけど、いっちゃうこれがうちらだから、うん、これがうちらだから、それ言えばいいと思ってるとかも来そうだけど、うん、そうじゃねえんだって、うん、マジでこれがうちらなんだってって思う、うん、でも、切りないよね、切りない、切りない、言い出した。そして、衣装が届きました。あ、よかった、やっと、でもまだ試着してないから、あ、今してないから食べてないわかんない。え、米ある、米、米、嘘でしょ、魔法だと、チンジャオロースがあるのに米がない、米、でもさ、炊いてもいいんじゃない、うんうん、多分間に合う、米を炊くぞ、炊け、あと一個いい、うん、あの駄菓子の動画でエアがなんかチョコとかお菓子あげてたじゃん、うん、まあ動画内ではなんか黙ってあげてるみたいな、ちゃんといいよって聞かれてるんで大丈夫です、考えらんないみたいな、だからなんかそれでも DM も来て、あ、そう、なんかそういうのはちゃんと言った方がいいですよ、うん、あの食べちゃいけないものとかそういうのは共有してあるんで、うん、あの安心してください。だから、うん、あの本当に動画に出てることが全てじゃないんです、あ、シュウなんだ、これちょっとでかい説、やばいよね、うわ、でかそう、でも S だよ、これ、 S、 これが一番ちっちゃかったの、ね、おっぱいでかい説、お前でかい説あ、いい、え、待って、やば、炊きたてご飯と中華とかエグすぎ、はい、料理しながら喋るのもさ、うん、難しい、難しい、
手切っちゃうから危ないから麺は喋んないんです。マジ喋んない。え、これあと24分ちょっと。うん。早い。快速。急げ。急げ。全然急いでないよ。急げ。マジ急げ。急いでない。包丁割ったら豆腐お願いします。豆腐を入れて、手元が見たいのに、こいつが、カモン！こいつが邪魔してる。さっきから間違って爪切ってる。爪入りじゃねえ。だってギャルすぎんだもん。豆腐カモン、豆腐。え、これってさ、あ、来た！こうやってやってもさ、溶けない？うん、溶けてる？溶けない。こちら、現場のウランです。どうですか、そちらは。エアが豆腐切ってくれるのを待ってる。豆腐待ち。豆腐はどんぐらい？デカめで。デカめがいい。じゃあもう2等分。はい、そして私はじゃじゃーん、携帯変えました。いいな。あのカメラが動きにくくなったんで携帯を変えました。いいな。見て、ヤンキーすぎ。マジヤンキーだろ。え、ちんちゃん。すごっ。それ何？ちんちゃん。ちんちゃんなの？ちんちゃんじゃない。すごい。きんちゃん。撮って。ん？撮って？ありがとう。ひと煮立ちさせます。はい、ひと煮立ちさせてください。なんかエアってさ、チンジャオロースだよね。うん、そう。なんかイメージ。嘘。ほんと。嘘ついてない。ほんと。ほんとに。ほんとにさ。あと18分。お客さん待てないんで。はい。待てます。全然。私は待てません。待てないのはうちら。はい、ね、人に立ちってどのくらい。あ、人もうちょいじゃない。人に立たさそう。どの動画撮るにしても私たちは何も考えてないわけではありません。はい。でもそれを言ってしまったら楽しくなくない？ウォーボー撮影の裏側喋られてもなんか素直に楽しめないウォーウォーでしょ。だから別にそれを作ってるわけでもないし、前はなんかそういうさ、オチ決めようとかさ、なんか最終的にはこういうの話そうとか決めてたけど、じゃないじゃん。もううちらそんなじゃないじゃん。だからもう本当にシンプルに楽しんでよ、うちらの動画。はい、人に立ち。こっちはこっちも人に立ち。こっち人に立ち、うん、まな板から肉はみ出てるよ。すいません。これ大雑把のところも愛してください、うん、はい、そういうとこも愛らしい、はい、じゃあとろませます。とろませてください。もう完成じゃん、はい、麻婆豆腐。こういうのは失敗しないように、はい、忠実に。失敗しないので一旦火を止め、とろみ粉液をよくかき混ぜてから少しずつ回しかけ、全体を混ぜ合わせ、子供たちが一生懸命頑張る。なめんなよ、子供じゃねえから。クソババ7歳。反抗期おる。あ、マジしてる。やめてよ。米はあと15分。はい、余裕すぎる。ここだけの話、今日の夜ご飯も中華。え、何食べ行くの？うん、中華屋さん、後楽園。あ、いいな。今日から福袋が発売なの。それを予約しに行くんだ。いいな。だから私はつけ麺大盛りを食べてくるよ。つけ麺はもともと 1.5 盛りだよ。それをさらに大盛りにすることによって2玉になるよ。こんな感じでとろみをついてみました。そう、パプリカ入ってんだって。はい、彩り考えたパプリカ。せっかちなんで私はまだ火が温まってなくても入れます。ちゃんと焼いてよ。でもそれわかる。マジでさ、待ってないんだよね。沸騰してから入れとかも。そうそう。入れてから沸騰させる。そうなの。愛情込めて作ってます、うちらなりの愛情。なんかくるくるいい匂い。私は次 iPhone 変えたら、うん、プラスにします。プラス、え、大きくするの？でかいの？したい、うん、なんで？え、なんか大きくしたい。大きい方が好き。全部大きいの大好き。私の携帯の裏は足腰元気教室の2人のサイン入りチェキと、これはエグイチ東京の前にも見せたから。はい、一人ごと喋んないよ。なんで動画撮ってんだからいいだろ、喋っていい。これチンジャオロースは、これ肉だと思って入れるところだった。違う。何？トムとジェリーの。豚肉かと思ったね。やめてくれよ。もういいんだ、これは。うん、もういいと思う。チンジャオロースは一袋だと味がしないので、サクと入れます。え、いつもさ、うん、これで作ってる。これ作ってる。え、でも
マジリアルチンジャオロースとかいつぶりだろう作るの。あれぶりかも。やっときました。2人車ったぶりかも。あ、前あのマンション、この今この撮ってる携帯は前まで使ってたんですけど、一昨日ぐらいからずっと圏外で使えなくなっちゃったので、なんか X 投稿したら SIM が良くないんじゃないって一人ごとしてる。な SIM のよくあんな堂々と一人ごと喋れるよ、ね、一人ごとしてる。一人ごとでこういう仕事だろう。うちらずっと Wi-Fi あるところでしか使えなかったので、もこれ SIM ないんです。新しいのいいシムにしました。なんか一人ごとしてる返答返ってこないよ。一人ごとしてもいいシムにしたので、はい、そのここ開けて入れるシムがいらなくなったの。だから今もう電話も何でも使えます。で 5G です。納得したえぇ、ー、なにこれ iOS18 にした。え、したあ、したした。なんかさ丸くなってね、ここ。え、そう、私写真も変わったよ。写真の方見てみ、使いづらくなってる。え、なにこれ、え、なにそれ、変なの。なんか慣れない。肉入れます。え、やばい。え、見て、え、アルバム。なんかさ、やだ。でもさ、慣れるんだろうけど、いつかは。慣れない。米あと8分お、ちょうどいいぐらいか。楽しみ楽しみ。あと7分。はい、トイレ。エアカメラ。はい、私はこの汁を入れます。おお、はい、汁投入。もう一個入れちゃいます。いた、めっちゃ濃そうね、うん、混ぜます。いけ、うお、いいね。これは濃いぞ。これは濃いですね。はい、完成。オッケー。うわあ、うちらの時間配分。はい、素晴らしい。残り5分で米炊けます。米特盛りで。はい。米特盛りで。わがまま言わないよ。ああ。やばい、このスマホどこだ。ああ、やばい。麻婆に使っちゃう。どういう入れ方してんだよ。これってさ、うん、何入れますか。これ麻婆入れてる。スプーンだけこっちに、うん、これ地上水でいい。いや、あ、はい、はいはいはい、おしゃれな2人が頑張って中学作ってる、はい、うわあ、だって、いや戻れ、あ違う違う、うまそうだなって思って。うまそう、ちょっとさ味見しみるね。てかあんたら髪の長さ一緒だ。てかエアよりさ、メイの方が短いかも。あ、ちょっと待って、辛い。あ、辛い？嘘。え、嘘。辛？中辛だから。え、てかさ、味するかも。嘘。嘘。嘘。え、食べな。食べな食べな。新発見。味するする？よかったね。中華一番しなかったじゃん。チンジャオロースはしないの。何が違う？麻婆は味覚なくなってから初めて食べた。あ、そうなの。うん、いいじゃん。え、いいじゃん。味するしゃー、よっしゃ。何でしたか。私のことめっちゃ好きですね。あ、めいめい、店主がサボってます。おい、はい、戻ってこい。はい、楽しみ、特盛りでお願いします。特盛り任せろ。特盛り、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 炊けろ。特盛り、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 特盛り。かわいい、食べちゃいたい。浦井さん、はい、カメラスタンバイお願いします。プリーズチャンネル登録。はい、完成。インサート撮った？インサート撮ります。マジ、カメラ変わったから。マジ。こんな感じだよ。美味しそうすぎ。いただきます。召し上がれ。召し上がれ。なんかすごい。辛いんだってよ。ご飯しか食べれないよ、あなた。どう？美味しい？召し上がってみてください。うまい。うまい？うん。うまい。うまっ、よかった。かわいい。
辛い？うん。味濃、うま。味濃いよ。豚袋だもん。めっちゃ味濃い。リクエストにお答えして、豚袋です。足りないよ。全員入れしました。足りなすぎる。じゃあ私はレーズンサンド食べます。アイス？いや、普通の。へえ。おいしい？いや、おいしい。オッケー。よかった。ママおいしい。ママおいしい。おいしい。またあの中華屋行きたいな。え、マジでうまかったよ。うん。うまかった。リベンジで撮る。中華屋。あ、あのご飯屋さん。あ、ご飯屋さん結構食べてたけどね。ただもう一回やりたい当日。そう。でもあそこマジ美味しかった。食べたいだけ。うん。あと私は動画も撮ってるなら、せっかくだしいろんなのみんなに見せたいなっていう気持ちはもちろんある、うんうん、からこれ食べたいあれ食べたいも言ってました、うん、ごめんなさい、美味しいじゃないっていう意思もあった。横浜中華街で美味しい、うん、もちろん彩りも良くて、はい、シャキシャキで、はい、味も濃くて、はい、最高です。麻婆豆腐いただきます。どうぞどうぞどうぞ。うまっ。これってさ、うん、かなり濃い？うん、かなり濃いんだ。かなり濃い、かなり濃い。これでも、電子レンジぐらい。電子レンジ、どういうこと？味の感覚の場所。そう、で、嬉しい。浜焼きの動画なんだけど、うん、一口食べるたびに塩かけてんの。うん、エアが？うん、うよ、ずっと。とか醤油とか。やば、怖い。ちょっと怖いかも、塩分。多分無意識に全部味薄いからそうやって食べてるんだと思うんだけど、だとしたら相当塩分濃度高めだと思う。健康診断しよう。健康診断。マジで作ってくれるの今日でよかった。なんで？生理前すぎて、もう無限。嘘。今無限モード。無限モード。無双モード。この今の量のご飯、このおかずなら、これに1個、これに1個。米？だって味めっちゃ濃いから、うん、もう一口がでかくなるじゃん、うん、だからもうこっち余っちゃう。ご飯一応節制しなきゃいけない。確かに。味変タイム。麻婆豆腐にすって合う。合う。これも合うよ。本当にすごいんだけど、あんたすごい量だよそれ。うらなら。あ、酸っぱい。うわ、匂いがすごいね。うん、だってなんかもうスープになってるもん。うん、ねえこれさ、うん、あと何分って書いてある？取れてる。え、今ついてる。あ、見てきて。あ、近かった。そう、ね、ごめん、なんかチカチカしてる。うそ、あと4分。あと4分。あと4分。5分前のチカチカじゃん。やばい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 。5分しかない。5分でこれ食べきらなきゃ。さ、人がさ、ご飯作ってる匂いってよくない？え、わかる。自分じゃなくて、うんうん、誰かが作ってる匂い。わかるわかる。ね、豚肉派だよね。豚肉派、ね、でもさ、中華焼くとさ、牛肉じゃない？え、そうなの？チンジャオロースさ、中華や牛肉だよね。あ、牛肉、うん、選べるとこもあるけど、うん、あ、そうなんだ。何？豚肉だったな、やっぱ。でも豚、本当ならこれをご飯入れて食べたい。いや、麻婆豆腐って好きじゃなかった、ちっちゃい頃。うん、豆腐が多分好きじゃなくて、味噌汁に豆腐もあんまり良すぎない。ここ豆腐めっちゃ好きだよ。嘘、何もかけないで食べる。すごっ。ご飯より。え、でもさ、いるよね、豆腐をご飯の上にして食べる人。ん、豆腐好きな人は、その食べ方が本当に美味しいらしい。米食べれる？豆腐で、うん、食べれない。無理だよね。食べてるけど。マーボーは、マーボーはいける。味めっちゃ濃いやつなら。ポコね、豆好きだね。納豆、枝豆、いいじゃん。大豆製品好きだ。もうほら、混ぜチクチクしてらっしゃる。1分あと1分だ。1分、あと1分で終わってしまう。あっはっあっはっは、笑っとけ、笑っとけ。あっはっはっでも、これまたやろ。やろ。メイとエアが料理振る。え、ビビンじゃない？逆にリクエストちょうだい。ビビン。次ラーメン作んない？え、一から。ふざけるな。こんなぐらいにして。湯切りします。買わなきゃいけないじゃん。うん、じゃあ湯切りします、ね。エプロン巻いてさ、ちょっとラーメン屋っぽく。あ、それいい。ね。じゃあ作ってほしいレシピ送るわ。それ見ながら作るの、うん。ソフト麺の味噌。オッケーオッケー。味噌スープ。オッケーオッケー。作ります。はい。バイバイ。さよなら。切れるまで待ってやるわ。今切れる。そうなの？切れる。あと何秒？1秒。
うどんも食べたい気分。